はい、では問い2です。もう大前提として消去法に頼らないということは頭に入れてください。まあ今はもう結構やれてますからね、消去法は良くないって言われてるから大丈夫だと思いますが、消去法は最後の最後の手段です。それを大前提としてください。では問題の方に入っていきましょう。まず本文の内容からです。なかなか難解な文章だと思います。でこれ読むときね、あの評論問題、このぜひやってほしいのですが、このように一文一文区切りながら読んでいきましょう。丸まででこう区切りってことね。覚えがあるかもしれませんが、あまり読めてないときってこう丸で止まれないでこう流れちゃうよね。評価されるのでこうした事例に対応してとか、そういうふうに、読めてないときは丸で止まれなく流れてしまいます。そうしないためにこう鍵括弧で区切って強制的に読むときに止まるようにする。もうこれだけでかなり内容が頭の中に入るようになります。まあ、ぜひ試してみてください。でこう文ごとにね、あの意味を捉えていくっていうのが基本ですし、あとこう文ごとに捉えていけば、あの意味わかんない文とかもちろん出てくるのですが、まあ、前後の文の関係で、意味がなんとなく意味が取れたりすることもあります。ですからこの文ごとに区切るのぜひおすすめです。やってみましょう。で文章の内容ですが、冒頭でこれ講義の例が与えられてますね。でここで大切なのですが、これが本当に最初のポイント。この講義の例はあくまでも例です。まあ、ここに例ってこと、素朴な例という言葉がありますが、まあ、単なる例と考えてもいいでしょうね。それが分かるか分かんないかで文章全体が取れるかどうかも変わってきます。でもうストーリーとかでもしっかり読んで判断しましょう。で皆さんにとってこの講義というのは、まあ、学校の授業と同じようなものなので、イメージしやすいものなんだよね。だからそちらに気が向いてしまうかもしれません。もう出題者もそれを想定してて問題は出してるから、で気が向いてしまうかもしれないけど、単なる例ということを抑えて気をつけましょう。で後でそういう問題、そういう間違った選択肢は必ず出てくるはずです。そして問い2、防線部へ。講義というような学生には日常的なものでさえ素朴に普遍な実在とは言いにくいのはなぜか、その理由を説明しなさいという問題です。でここでもうさ繰り返すけどね、この問題は読んでいいです。でもこっちの選択肢はまだ目を通してはいけません。ある程度自分で答えを組み立ててからこっちの選択肢を見るようにしましょう。でもちろんどの程度まで考えられるかはその人によって違うでしょうが、誤った選択肢を見て余計な印象を持ってしまうよりも、まあ本当に100円あって一理なし、どのレベルの生徒さんにしてもね、必ずこちらである程度考えてからこっち選択肢を見るようにしましょう。でまた防線部へ、これ自体がちょっと漠然としすぎててよくわからないというのも最もです。でもある程度意味を取っておかなければ仕方ないので、ここは頑張りましょう。素朴な普遍な実在、まあなんだろうね、講義というのはこういうものであるというような、誰にでもどんな状況でも当てはまる定義のようなものはないというような意味です。でこの三段落見てみると、ここの三段落2行目の、ここだね、目前の問題解決のヒントになる知恵である、これがまあ講義の具体例で、次の文章のこの講義の語りの部分にだけ注目してみても、多様な捉え方が可能で、この文章まで、これがこの講義の例についてのまとめと考えればいいです。ということはこの選択肢の理由は、この前にあるこの2つの文、どうだろうね、たくさんの解釈に開かれているとか1位には定まらない、まあ、まだ漠然としているかもしれませんが、ここら辺が素朴に不変な実在とは言いにくい理由として良さそうですね。まあ、この程度、少なくてもこの程度まで考えてから選択肢の方を見ましょう。まず ① からです。まあ、映像切れてるかもしれませんが、画像下切れてますが、あの皆さん自分のお手元の問題集を見てください。でこの ① ダメですね。もろに講義そのものに注意が向いている選択肢です。細かく検討することもないです。筆者の主張はより良い講義を作ろう、まあ、こういうのはより良い講義を作ろうという意味ですから、より良い講義について考えている、そういうものではなかったですね。
で、丸2番を読むと、まあ、特に問題ないです。これが正解ということになります。で、正解ということを確認していきますが、そもそもの話として、この後半のこの部分を、この傍線部 A につなげて読んでみましょう。私たちの理解する世界は、その解釈が多様な可能性を持っており、一つに固定されたものではないから、講義というような学生には日常的なものでさえ、素朴な普遍な実在とは言いにくい。わかるね、何言ってるかね。何を言ってるか十分にわかります。だからこれが正解です。そういうもん。他の選択肢つなげても、なんだかわかるようなわかんないようなよくわかんない文になるからね。で、それどころか、わかるどころか、こっちじゃあまりよくわかんなかったものが、この表現で少し、見えてきますね。本文の内容の方も理解が進みます。優れた国語の授業、皆さんの国語の学校の国語の授業はそうであるというのですが、優れた国語の授業やこういう試験問題というのは、こういう難解な文章でも皆さんが解釈できるように導いてくれるものです。さらにこの選択肢でいいことを確認しましょう。数学の確かめ算以上にね、センター試験の国語の評論というのは確かめ算ができるんで、選択肢内の記述とこちらの本文の記述が一致していることを確認していきます。なおというか、まあ、選択肢はこのようにの部分が全て共通してて、これもセンターの特徴ですが、全て共通していて、でその前にこのようにの前の段階で、講義というものの具体例で、その後に説問に合わせた、さっき見たように説問に合わせた理由になっていることにも注目しましょう。で、これ、選択肢の記述。ありふれた講義形式の授業でも、事業者の冒頭の宣言がなければ、学生にとっての授業の捉え方が様々に異なる。いい？これね。で、これは本文のところの、ここだね。以上のような多様な捉え方が可能である。まあ、完全に一致してるよね。うん、で、まあ、ちょっと説明すると、こっち見た方がいいかな。多様な捉え方。だある人にとっては、ここ、ある人にとっては先生が独り言を言ってるようなものだし、またある人にとっては、まあ、役に立つものだ、というようなことも言われてます。で、この内容はこの三段落の、この後半のところにも繰り返されてます。ですから、重要なところです。で、またこっちの選択肢。私たちの理解する世界は、その解釈が多様な可能性を持っており、これは、さっきここのところ、世界は多義的でその意味と価値はたくさんの解釈に開かれている。全くこのことだよね。で、ここ、一つに固定されたものではない。それがこの続く文。世界の意味と価値は一意に一つの意味に定まらない。もう完全にこう言い換えられてます。ということで、丸2が正解と確定できます。で、間違ってる選択肢にもそこに載せられてる意味があるので、それを確認することで確かめとしましょう。で、丸3ですが、これも丸1と同じく、そもそものところで学生の学習効果、そっちに行ってるよね。講義そのものに行ってます。で、学生の学習効果なんかにね、筆者の関心はありませんね。ということで×です。で、4も一見違うようですが、本質的にはこの丸1と丸3と同じ系統。筆者は講義などを、このところ、有益な存在にすることに主眼を置いているのではありませんね。まあ、講義とは言ってませんが、何かを有益な存在にする、そういう方向ではないです。もちろん講義もね。あくまで講義は例です。冒頭の事業者の宣言だけでも意味を変える。大切なそっちです。で、丸5番。これも同じような、さっきの有益な存在で消せるように、再現できるものはない。再現性などどこも全く売られてないので、それだけでこの選択肢は消して構いませんが、さらにこの選択肢の間違い探しで結構いろいろなことが確認できます。みんなはどこに気になったかな。まあ、特にね、ここ、特定の場における。これちょっと問題があるよね。本文で筆者は、世界とか、あとどこだろう。
日常的なんて言葉も使ってた気がする。どこだっけ、あ、日常的なもの、あ、選択肢の中にあったね。こういう言葉を使ってますね。だからこれからあの筆者が論じようとするか、世界とか日常的とか、あまねく人間社会一般に通じることを言いたいんですよ。これ筆者はこういうことを。なのにある特定の場っていうのはもう完全に違った方向だよね。だから×で、あとね、このここ、学生の振る舞いが多く変わってしまう、ここもねちょっと気にならなかった。うん、あの変わるのはさ、変わるのはこの生徒のなんて言うんだろうね、授業の聞き方とかさ、そういうことを言ってるんで、心構えだよね。心構えが変わるのに振る舞いまで言っていいのかという違和感です。で、実は次の問題で、実の問い3でね、物の変化は人の振る舞いの変化、かにつながる。そして振る舞いの変化は心の変化、触るというような内容が出てきます。で、その中で振る舞いの変化はそれほど大事ではなくて、大切なのは心の変化だというのが回答の肝となる問題です、問いさんが。で、私自身の考えですが、振る舞いと心を区別するという視点を持てるようにとした次の問題に向けての、これ出題者のアシストではないか、まあ私独自の考えですけどね、です。ということで、まあ問いの答えは、丸2ということでした。